ついに虎ノ門ニュースが終了してしまいました。7年8ヶ月の間にいろいろありました。私が番組について批判的な意見をすることも多々ありました。最終回どんな展開になるのか、番組を見た感想は個人的には神回だったと思いました。2022年11月18日金曜日の虎ノ門ニュースより。番組的には須田さんの初登場は2015年の4月3日でございます。もうそれ以来お付き合いいただいているとね。レギュラー陣、須田さんお若くないですか？いや太ってんのよ、太ってるだけ。ふふ髪のね、黒も今よりは黒黒とされていらっしゃいますしね。黒いな、今思い出してみるとさ、 MC 一平ちゃんじゃなかったよね。サンキュー達夫さん。そうですね、私の相棒。結構気があってね、僕大好きな人の一人なんだけども。ありがとうございます。本当に達夫さんにもですね、頑張っていただいたんだけども、本当にね、立ち上げとしてスムーズにスタートできたっていうのも達夫さんのおかげっていうのも私あるんじゃないかなって思うんで、改めてここでねお礼申し上げたいなと思います。達夫さんありがとう。誠に痛み入ります。本当に鼻向けの言葉頂戴して、わずか2ヶ月の間でしたけれどね、私と相棒も司会してたんですとのことです。番組でサンキュー達夫さんの名前が出ました。番組開始前の一平さんの番宣では名前を聞くことがあったとは思いますが、虎八本編ではサンキュー達夫さんの名前は出なかったように思います。今思えばタブーになってたのかなと感じました。そして番組出演者、ああこれね、やっぱりそうですよね、2016年7月にレギュラーコメンテーターでいらっしゃった青山茂春さんが参院選に出馬して見事当選を果たされてね、現在に至ると。僕思うんですけどね、最初の頃この番組立ち上げた時って視聴回数って数千とか数万だったのよ。そうでしたね、今思えば。もう見るかけなかった。やっぱりそういった意味でね、やっぱり青山さんが20万30万っていうのを初期から稼いでいたね、そういった意味で言うとやっぱり虎ノ門ニュースの大功労者ってことでね、呼んでもいいのかなと思いますけどね。うん、毎週ね熱狂的なあのファンの皆さんがね、暑苦しいけどね。いやはははまた須田さん、もう本当に青山さんもどうもありがとうございました。本当に今も再選されてね、ご活躍されていらっしゃいますけども、大功労者ですよ。本当お世話になりました青山さんとのことです。青山議員を大功労者と評しました。個人的には藤井元気さんが同意されたのは意外でした。確かに初期は青山議員が数字がダントツだった覚えがあります。観客や公式ホームページの数字では最後までトップクラスでした。ただ暑苦しいっていう言葉は須田さんの信者発言を思い出さなくもなかったです。他にも武田教授のことも中高の祖と評しました。確かに米大統領選やコロナ禍初期にはすごい数字を叩き出していました。参政党で出馬するときに降板になったのは本当に残念でした。青山議員は当選された後も出続けていたので、この違いには違和感がありました。また常念司さんのことはセンターラインを守る常念さんと評されていました。須田さんのおっしゃる通り、初期青山議員、中期常念司さん、周期武田教授とお三方が数字を引っ張りましたが、ことごとく舞台を降りてしまいました。虎八ナンバーワンコメンテーターは降板になるというジンクスがささやかれたものです。一視聴者としてその流れに違和感がありましたが、振り返りを見て心温まりました。また青山議員をはじめサンキュー達夫さんや中来さんなど降板になった方は不自然に名前が出ませんでした。タブーになってんのと思っていましたが、次々と触れていくシーンは感慨深いものがありました。最終回が最古さんの須田慎一郎さんというのも運命的でした。虎ノ門ニュース最終回は意外な展開で本当に感動しました。最高の締めくくりだったと思います。健康くんの動画もそろそろ締めくくりに入らないとね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。